こんにちは、うさんこです。今日はこちら、以前作ったトートバッグです。ここにファスナーをつけたいと思います。紐が長めでね、肩掛けにちょうどいいんです。このバッグにお財布バサッと入れて、お買い物に行くのにちょっといいかなと思ってファスナーつけたくなりました。このバッグの袋口はだいたい30センチくらいです。なのでこの袋口の長さに合わせたファスナーを用意したいと思います。こちらが30センチファスナー。こちらを全部つけるんじゃなくて、こんな感じでこう中央からちょっとのところを布を足してつけていこうと思います。全部こうピタッとつけるとこう後付けしにくいんですよね。なのでこんな感じに考えています。この布のサイズを出すのにマチも重要です。マチは8センチになります。用意するものはこちら。まずはファスナー。ファスナーのサイドにつける布2枚、ファスナーの両サイドにつける布2枚です。ファスナーは袋口に合わせた長さ30センチです。サイドの布は11センチ ×22センチ、こちらは6センチ ×4 センチです。このサイズの出し方なんですが、自分の好みの長さプラス2センチが横、縦方向はマチの長さプラス3センチです。こちらの布を中表に折って、で返し口から表に返して縫い付けるわけです。だいたいここの長さがマチの長さになるくらいに考えています。ファスナーの幅は1センチになる想定です。まずサイドの布を中表に合わせております。中心に返し口を残して縫い代1センチで縫います。縫えたら仕上がりが綺麗になるように角を切り落とします。縫い目を切らないように注意してください。2枚揃ったら表に返していきますが、縫い代を開いておきます。返し口から表に返します。このタイミングで形をきれいに整えます。ファスナーに縫い付けていきますが、どちら側でもいいんですが、私はこの返し口がある側をファスナーに縫い付けていきます。布の中心とファスナーの中心を合わせます。ファスナーの金具は下向き、布端から5ミリのところ、布端から5ミリのところ、ファスナー端からも5ミリのところを縫っていきます。こんな感じで縫えました。縫えたら表からも縫い押さえていきます。ここを縫い押さえると布がこうピシッとして使いやすくなります。反対側にも布を縫い付けていきます。ファスナーの金具は下向きです。端から5ミリのところ、ファスナーの中心と布の中心を合わせて、端から5ミリのところ、ファスナー端からも5ミリのところを縫っていきます。縫えたら表からも縫い押さえます。この表から縫い押さえる一手間、見た目も綺麗だし使いやすくもなります。できました。裏はこんな感じで、早速バッグに縫い付けていきます。両端に先に布を縫い付けてしまうと、
バッグに縫い付けにくくなってしまうので後からにします。バッグの中心とサイドの布の中心を合わせて縫っていきます。サイドの布の端から5ミリぐらいのところを縫っていきます。袋口をもともと縫い押さえているので袋口の縫い目は2本になってしまいます。こんな感じで縫えました。反対側も縫い押さえていきます。こんな感じで縫えました。もうこれで完成にしたいのですが、この両端にも布を縫い付けていきます。こんなのを作ってファスナー端にこうかぶせて縫い付けていきます。4センチ側、0.7 センチぐらい裏側に折ります。折ったら中表に合わせて折ります。サイドも 0.7 センチぐらいで縫っていきます。縫えたら角を切り落とします。縫い目を切らないように注意です。表に返してこんなの2つ用意してください。でこれをかぶせて縫い付けていきます。ファスナーの片側はこうバラバラっとなって縫い合わせにくいと思うので、先に縫い留めてからこうかぶせる方が縫いやすいと思います。これで縫い押さえます。こんな感じに縫えました。反対側も同様です。後付け完了です。出来上がりました。ファスナーがしっかりついたバッグに仕上がっています。こんな感じに仕上がっていて、大きいものは、まあ、中からは出ないようにはなっています。両端はこう中に入れても外に出して使ってもおかしくない仕様になっています。袋口をガバッと開いてもファスナーしっかり長さがあるので取り出しにくいっていうこともありません。ファスナー端にこう布を縫い付けると使ってる時にこうちょっとアクセントになって可愛いですよね。後付けだとここの袋口の縫い目が2本にはなってしまいます。表布に合った糸を使って縫い付けてください。この方法を知っておくと便利です。皆さんもぜひ一度試してみてください。